たいやからずっと死にかしたいんじゃん。はい、奈良奈良祭りのゲリラ放送4回目です。わー、4回目始まりました。今、盆踊りの、あ、どうぞどうぞ座ってください、皆さん喋ってください。今、盆踊りの様子をちょうど中継で映してるんですけども、はい、はい、そうですね、今ね、うちの部員のグッチが、はい、あの今踊りに行ってますね。そう、踊りに行ってて、しかもね、カメラつけてなんか踊ってて、初のこっち映していいよ、ありがとう。で、今ね、ちょっと見えないっす、はい、ありがとうございます。で、またグッチが来たら映してあげてそう、はい、ありがとう、はい、カメラ、ありがとうね。そうです、今ね、グッチが一生懸命踊ってるところをあえて映さないっていうなかなかひどいですけどね。そう、あえて映さないでずっといるっていう暴挙に出てるんですけども、はい、はい、今ね、始まって盆踊り始まって何、はい、ちょ、1時間半ぐらいか、はい、そんぐらい経ってますね、はい、結構もう経ってて、はい、もう終盤も終盤も、はい、そうですね、いいところで入ってくっていうね、はい、確かにもう終盤でね、終わりの今一番盛り上がってますからね、いいところで入りましたから、はい、まあ、そんな感じで、ちょっと今、はい、映像をね、はい、映して、はい、なんかミス奈良さんも踊ってるそうなんですけどね。そうなんですよ、そうですよね、なんか前の方でね、結構いい感じに映ってる、はい、ミス7の方が映れば、まあ、レア映像ってことで、そうですね、はい、確かにそうですね、一生懸命頑張ってるけども、はい、グッチ、ね、肝心のグッチが全く見当たらない、ちょっと、はい、どこにいるんですかねそろそろ来るんじゃないんですか ね、そして、全く喋ってくれないけど、はい、あ、いたグッチ先輩、先輩いましたね、いましたね、全く喋ってくれないけど、なんか、お、グッチ発見、何か喋ってください、はい、何か全く喋ってくれないですね、これね。でも結構、映像で分かる通り、ものすごい盛り上がってるんで、はい、そうですね、いっぱい、そうですね、たくさん人が、たくさんの人があれ内側喋ってくれない感じで、グッチが内側で映りにくいところに行っちゃったグッチを探してみたいな、ちょっと恥ずかしがってるんですかね。そうですね、どうなんですかねあ、見えた、だいぶ近くついてきました。だいぶね、頑張って踊ってますけど、頑張れ、ね、盆踊りって一番、なんか結構、あ、すごいの、超ノリノリ、全然喋ってくれないちょっと集中してますね、あ、踊りにね、集中するほどね、まあ、頑張ってくれてますよ、はい、いいことですね、はい、盆踊りって一番ね、踊りやすいらしいですよ、はい、あ、そうなんですか、そう、ダンスの中でも一番なんか、まあ確かになんか、まあゆっくりした動きです、はい、あと流れに乗ってれば自然と踊れますしね、そうなんですよ、はい、誰でも踊れるっていうのが盆踊りらしくて、はい、あ、映ってる映ってるグッチ映ってますね、はい、この深緑色のポロシャツが、そうですね、グッチですね、もうちょっと様になってない、様になってるんじゃないですかね様になってますね、様になってますね、結構、あ、お、今、あ、ちょっと頑張ってますね、カメラカメラさんもなかなか頑張ってくれてます、頑張ってくれてます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。グッチちょっとね、盛り上がりすぎてちょっと全く喋ってもくれないっていう、ね、そうですね、マイク踊りに集中、そう外に、ね、外に来て、外に来てもうマイク全く無視っていう、ね、確かに踊りに集中しすぎてるミス奈良さん、どっかにいますかちょっと探していただいて、もう踊り疲れちゃったかな、あ、結構ね、最初からずっと踊ってた、はい、最初からずっと踊ってましたからね、はい、はい、いいな、もうだいぶみんなね、なんか見てたらずっと踊ってる人もいるから、はい、何時間も ね、はい、いきなり入ってきた人もいるっていう、はい、いい感じだった、子供が増えてきて、そうですね、はい、やっと、あ、映ってますね今、歌ってくれてる人が、はい、そうですね、歌ってくれてる方もね、変わったりして、ね、どうですか、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。盆踊り踊ったことあります、はい、お二人ないんじゃない、ないでしょう、マジっすか、はい、僕、あの、祭りで、あの、ね、部活で、あの、はい、踊りに行けって言われて、あの、駆り出されてたんで、へぇ、はい、結構毎年踊ってましたね。なるほど、毎年踊ってたんですか、はい、じゃあもう手慣れた感じで、はい、あ、まあまあそうですね、はい、踊れと言われたらまあできないことはないですね。男性も女性も踊れますから、ね、そうですね、いや、うどうですか、難しい、いや、ちょっとね、まだ見当たらない、ちょっとわかんないですね、
全くね、グッチも喋ってくれないっていう感じなんですけども、はい、せっかくマイクつけてくれてるんだけど、ね、そうですね、なんかマイクつけてる意味が、踊ってる人にインタビューしてもらったりしてもいいんじゃないですかね。それはすごい、ね、すごい勇気がね。まあさすが厳しいですか。確かに、まあ、いいですけどね、欲しいです。ないかな。すごい、もう子供がね、楽しそうに踊ってて、はい、そうですね、子供のね、肩もたくさんいてはい、すごいですね、みんな楽しそうに。やっぱこれ練習してるんですか。いい、カメラさん、いい仕事してますね。カメラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか踊ってる皆さんも、もうほとんど振り付けですか、覚えたみたいで。そうですね、なんか上手いですよね、はい、皆さん一体感が一体感が生まれてますね、全体的に。はい、もうね、老若にゃん、老若男女、老若男女がね、たくさんの方が。どうですか、はい、あ、はい、じゃあちょっとここで、お、見えますかね。頑張ってるね。はい、見て、見て、大丈夫か、それ。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫かな。あ、なんかグッチの声が、グッチの声が聞こえたよ。グッチ先輩、ただね、こっちの声を、これ喋ったらいいの。喋って、はい、喋ってください、喋ってください。アップで、アップで映ってる。ただね、グッチね、こっちの声一切聞こえないんですよ、はい、彼には。ね、彼には一切こっちの声は聞こえてないので。なんかすごい必死な顔して、必死な顔してますよ。全く喋ってくれない。なんか踊りにすごい集中してる。もうもうなんか、あの短時間でだいぶだいぶもう踊れるようになってますよね。そうです、盆踊りはね、盆踊りのいいところですね。わー、あれ、これで終わりですか。盆踊りはね、誰でも踊れるって、なんか、はい、もう一回ありますかね。どうですかね。あ、グッチが近づいて、気持ちよかったです。気持ちよかったですか。すごい、もう最初はどうっていいか全く分かんなかったんですけど、はい、ちょっとね、2週目ぐらいから、はい、あ、こんな感じかなみたいな掴めてきて、はいはい、3週目にはもうね、はい、多分僕は一体になってたと。はい、お疲れ様です。一体になってましたよ。はい、興奮の様子をありがとうございます。はい、ね、はい、全く聞こえてない。あ、はい、大あってんやって感じです。もう踊りを集中しすぎて、もう何も周りにこっちの声聞こえてないみたいですけど、まあ、はい、まあ、めっちゃなんか興奮した様子をね、まあ、すごい元気に。あ、ごめんなさい、聞こえなかったです、それは。あ、話しかけて、まあ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 、何も聞こえてなかった。大丈夫です、こっち楽しんでます。はい、はい、でしょうね。まあ、そういう設定になってるんで、はい、まあ、そうです、こっちの声は全く聞こえないんですよ。はい、届かないんですけど、はい、とても面白く見させていただきました。面白かったです。どうでしたか。いや、もう短時間で上達されて、本当に一体化してました。はい、とても面白かったです。はい、良かったですよ、本当に。あ、まだあんのかな。お、まだあります。まだ、はい、まだあんのかな。はい、まだあんのかな。まだあるみたいなんで、まだ踊りあるみたいで、はい。まだあんの、これ。もう一回。え、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。すげえ、超ノリノリ。すごいいいですね。あんな生き生きとしたグッチは初めて見ました、はい、私。グッチ先輩、踊らせて正解でしたね。はい、はい、ですね。あ、誰かにぶつかったみたいな。あ、そう、生き生きしてます。お、なんか、お。すごい生き生き。写真撮ってくれてありがとうございます。おー、ありがとうございます。写真撮ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。はい。ちょっとした様子で。またどんどん中の方に入っていきましたけど。はい。行きましたね。はい。なんかね、そうなんですよ。今ね、映ってる男性がすごいね、はい、さっきからね、華麗なステップを見ました。はい、あ、そうですね。この方ね、はい、中にはやっぱり上手い人もいらっしゃるようで、はい、ね、あ、おかえりなさい。おかえりなさい。ちょっとね、グッチのあまりの興奮具合に、ね、はい、ちょっとこっだいぶ面白く見させてもらってますけど、驚きが隠せない、ね、驚きが隠せない。オーディオコメンタリーですね、はい、あんなにね、あんなに生き生きとしたグッチが見れるとはならなら祭り来てよかったなみたいな。ならなら祭り来てよかったですよ、ね、まあでも明日もあるん、ね、で、もしかしたら明日も踊ってくれるかも。明日もグッチは踊るかもしれない。明日も踊ってくれますよ、はい、踊ってくれるきっと。右、なんかさっきから結構踊りたがってたんで。そうですね、はい、うずうずしてたから、はい、うずうずしてましたね。そうですね。右、あのね、は、ね、ああやって
今なんだ、あ、はい、歌ってくれてるんですけど、はい、方も映してくれてありがとうございます。ありがとうございます。そう、あのね、何でしたっけ、ハッピー、はい、ハッピーだっけ、うん、はい、ハッピー着て、ハチマキ巻いてる人とかいて、はい、そうですね、お祭りっぽくて、お、ま、はい、お祭り、もう完全なるお祭り気分そうですね、完全なお祭りです。はい、あれ、あの台には誰も登らないのかな。あー、確かに、そうなんですかね、なんか登ってね、やるイメージがありますけど、ね、あそこの辺に登って、なんか誰かが踊ってるっていうイメージが、今日たまたま乗ってないだけですかね。あ、そうなんですかね、わかんないです。もしかしたら明日は乗ってくれるかもしれません。明日は、明日は、ね、はい、明日はもしかしたら、はい、こうカメラをね、はい、ちょっとなんか持ち歩いて、ね、はい、グッチ先輩、グッチ先輩来ませんか。見当たらない、はい、まだ来てない。グッチ先輩、ちょっと誰かわかんないですけど、明日には多分きっとカメラを持って、カメラを ね、持って、お盆踊りの中を、はい、実況できると思うので、よりリアルな感じを、はい、お楽しみにということなんですけど、ね、屋台とかももっと紹介できるかもしれない、はい、そうですね、今日はちょっとこれで我慢、はい、そしてグッチの幸福もね、はい、ちょっとね、あ、これはいいですね。あれ、グッチ先輩まだ見えませんね。多分ね、はい、多分結構向こうにいると、あ、そろそろ出てきますかね。教えてもらったら、いや、すごいですね。あ、お帰りなさい。はい、グッチ先輩かと思ったら、おばちゃんだった。おばちゃんと間違った、間違えちゃった。あら、まあ、確かにね、似たような服の人いっぱいいる、まあ、はい、そうですね、似たような服の人いっぱいいるから仕方ない。そうですね、はい。なんでグッチも今日なんかね、あんななんか目立たない服着てきちゃって、なんか、どう、なんでですかね。ちょっと明日はなんか目立つ服もうちょっと着てきて、明日はちょっともうちょっと派手な服を、はい、着てほしいかなと。まあ、浴衣でも、お、浴衣、ね、はい、浴衣ね、浴衣ね、明日は踊ってくれるならば、ぜひ。ハッピーとか持ってないのかな。あ、ちょっとじゃあ後で確認してみましょうかね。ハッピーとかぜひ持ってたら、はい、まあ、皆さん、そしたらもうかなり楽しんじゃってる、ね、はい、そうですね、はい、今日よりもノリノリでやってくれると、服からね、服から入って、はい、そうですね、はい、マイクつけちゃってもう皆さん、ね、浴衣美人が、はい、浴衣の方もいっぱいいらっしゃるので、グッチ先輩もぜひ、ぜひ、ね、明日は来てほしいですね。ありがとうございます。はい、はい、はい、いいですね、はい、はい、お、グッチ先輩発見。おお、回を重ねるごとに短時間で、さすがやりたがっていた、やりたがっていただけの、そうですね、はい、もう明日にはプロですよ、プロ。あ、ダンスがすごい上手くなっています。ダンスが上手くなっているということで、もうそろそろこっちに来てくれるはずなんですか。あんなにやりたがってただけありますね。そうですね、はい、だいぶ提灯が綺麗で、はい、そうですね、提灯もいいですね。もう私今の時間雨降るかと思ったら晴れてて、ね、今日予報で6時から雨だったんですけど ね、よかった、まあ、全然降らなくて、雨雲も吹っ飛ばしましたね。そうですね、はい、よかったです。あら、はい、最新情報です。あら、隣のおじさんに教えてもらっている。教えてもらっている。あら、グッチ頑張ってますね、はい、お、教えてもらったにもかかわらずこちらには音声が届かない。はい、ちょっとだいぶ集中しておりますね。まもなく来てくれると信じてるんです。そろそろ来てくれるのかなと。すごい、まあね、お客さんとも人とも仲良くなれる。はい、あの先ほどの軽快なステップの方が、そうなんですよ、軽快なステップを先ほどの方が、そう、あの人ね、ほんとすごい、さっきから、はい、いいですね、あの人、ちょっと映ってるかな、わかるかな、多分一番目立ってると思うんですけど、はい、あの方にちょっとインタビューしたいくらいなんですけどね。はい、そうなんです、ね、すごい、あ、はい、おお、なかなかすごいですよ、あの方。そうなんです、はい、さっきね、あの方の後ろにいた方が、はい、それを盆踊りだと勘違いして一緒に踊、同じ踊りを踊るっていう、ちょっと違いますけどね、はい、なんかで、ね、異様な光景でしたね、はい、でもあれはあれですごい、あれはかっこいい、あれはあれでね、いい、いいですよね、あの踊り、かっこいい盆踊りっていう、はい、さあ、グッチはどこに、さあ、グッチ先輩はどこにいるんでしょうか。お、またなんか真ん中ですごい華麗な踊りをしている方が、あの人もね、前もいましたね、はい、あ、なんかちょっとなんか盆踊りとは思えない、違いますね、盆踊りじゃ、はい、わかりなさい、はい、はい、情報です。あら、グッチ先輩、かなり手ほどきを受けているようで、はい、経験者からも教えられると。あら、おじさん、ありがとうございます、親切で、本当にありがとうございます。やっぱりね、みんな仲良くできるんですね。グッチ先輩が見えました、ね、あ、見えました、見えました、グッチ先輩、
らっしゃいます。だいぶ手ほどきを本当に受けております。だいぶ教えていただいてること、はい、あ、カメラさんに映りましたかね、はい、あ、映りましたね、映りました。まともに子供と一緒に踊ってます、はい、すごいマンツーマンでやっていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、全然喋ってくれないんです。菊池先輩だいぶ上達しております。そうです、はい、皆さん温かく見守ってあげてください。はい、ありがとうございます、はい。ちゃんとこの映像面白いですね。すごい身内ネタでしかないけど、はい、師匠と弟子ですねこれ、はい、もう完全なる師匠ですね、はい、本当に、はい、あ、喋って、はい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 、よいよいよいと、あれ何か喋って、ね、でもすごいね、あのさっきよりも単純でやりやすいです、はいはいはい、やりやすい、そうですね、だからね、覚えやすいです結構、覚えやすい、覚えやすいですか、覚えやすい、なるほど、なるほど、はい、それは良かった、もうしっかりと教えて、もうすごい、もうリズミカルな動きを、はい、グッチ先輩もすごいですね、上手くなりましたね、もう上手くなりましたね、だいぶ、はい、踊り始めてなんか、はい、数十分ぐらいしか経ってませんけど ね、 そうだね、全然ね、経ってないんですけど、はい、ね、いいですね、はい、皆さんぜひね、来てね、踊っていただきたいです ね、 ですね、明日もやってるんで、気になった方ぜひ、ね、はい、来てください。そう、浴衣で来て、ご飯食べて、はい、あ、いいですね、カロリー消費に盆踊りを踊らせて、はい、いいですね、はい、ぜひお願いします、ね、はい、多分2時間も踊ってればそのうち痩せるでしょう、ね、そうですね、はい、何時間も、ね、できます、はい、そうそうそう、はい、きっとそんな感じで、あれ、まだグッチ先輩会いますね、まだ、あ、やっぱ難しいですね、やっぱり、あ、なんか派手な感じの、この方も先ほどから踊っていらっしゃいますけど、ずっと踊ってらっしゃる、お帰りなさい、はい、はい、報告、ご報告です、あ、そうか、はい、喋ってと言ったらまた後で、また後でと言われた、はい、だいぶ踊るのに夢中だそうです、夢中で、はい、また後でと、あーあー、カメラさんも、カメラさんもやりたいですか、すごいですね、はい、なんか、そう、カメラさんにつければよかったですか、カメラさんに実況していただければよかったというぐらい、あらはい、あ、おそらくあの人は中継をしないとカメラさん言っておりますけども、はい、もうね、はい、踊る、まあ今夢中ですね、本当に何も聞こえてこないんで、すでにね、はい、全くこっちと会話をしてくれない、そうですけども、全然喋ってくれない、まあこっちの、こっちの声聞こえてませんからね、まあまあそうなんですけど、言ったら、はい、まあそれもありますけど、はい、それもありますけど全然喋ってくれない、カメラをつけた意味ですよね、本当ね、意味がなかった、ね、あカメラさんにつけたいですね、ハンディカム、ちょっとね、惜しいことしましたね、まあ、そうですね、はい、あそうですね、喋るためにこっち来ないといけませんもんね、はい、お疲れ様です、はい、頑張ってください、頑張ってください、まあ明日はまたもうちょっといい放送がそうですね、はい、できると思うんですけど、グッチがかなり、はい、はしゃいでいる、あれ、グッチ先輩どこら辺にいますか、きっとね、また一周、あ、またちょっと見えなくなっちゃいましたかね、見えないぐらい、はい、あ、結構、あ、ちょっとね、海外の方も、はい、あ、いますね、はい、ありがたいですね、ありがとうございます、全国で、もうなんか、やっぱノリノリですね、はい、そうですね、海外の方も踊れるってすごい、盆、ね、踊り、はい、やっぱ、踊り方が簡単なだけありますね、ね、はい、すごい見てね、やはり海外の方も、飛び入り参加でも踊れるっていう、ですね、いいですね、そうですね、はい、あ、グッチ今喋った独特な、あれ喋ってました、お、喋りました今、なんか喋ってますね、はい、全然聞こえない今手ほどぎ受けてる最中じゃないですか、です、ね、全然グッチの声聞こえないですけども、はい、あ教えてもらってるならね、なんか喋る、ね、と思うんですけど、手ほどぎ受けてますね今、ですね、全く聞こえなくて、はい、全然聞こえない、本当申し訳ないけどもやっぱりちょっとカメラさんにつけた方が良かったですかね、いやまあまあはい、いい感じに子供も楽しんでますね、はい、まあ、他の踊ってる方々も本当に楽しんでいただけていて、はい、本当に嬉しい限りですけども、はい、盆踊りって何種類ぐらいあるんですかね、どうなんですか、僕よくわかんないんですけど、曲ごとになんか踊ってるのもなんか違いますよね、今振り付けがなんか違いますもんね、振り付け違いますもんね、はい、まあ、違っても楽しそう、はい、そうですね、はい、おかえりなさい、おかえりなさい、カメラさん、はい、ちょっとおうどうでした、はい、どうでしたかそう、あの、まあ、そうなんです、はい、カメラさんの報告、グッチ先輩喋らないんでね、そうなんですよね、はい、そうですね、なんで踊ってるのかよくわかんないですね、そうですね、はい、まあ、まあ、大丈夫です、あの今来て、来たらまた喋れって言ってください、ね、お願いします、
お、なかなかこっち来てくれないんですけど、はい、あー、うん、そうですね、まだ必要ですね、はい、あ、また外人の方も踊ってそうです、ね、くださっておりますけど、はい、あ、カメラさん追いつけますか。たまにね、ちょっとピント合わせたり、はい、いや、いい景色ですね。あ、いいですね、いいですね。いい景色ですよ。先輩はどこだ。ちょっとね、ちっちゃい子が走り回って、ちょっと危ない、ちっちゃい、あ、危ない危ない危ない、ちょっと危ない状態だったですね、はい、あ、かわいい、かわいい子が、あれ、あら、カメラが、あ、カメラさん、 あ、はい、見えましたね、はい、はい、あ、なんかね、ちょくちょく見えなくなりますね、はい、ちょくちょくちょっと調子悪いみたいなんですけど、まあ、そこはすいません、いや、申し訳ないです、まあ、なんとかなるでしょう、はい、治ったかな、はい、治りましたかね、はい、はい、治りましたね、はい、あら、また閉じちゃったかな、ね、せっかくのグッチがね、来そうなのにね、そうですね、はい、全く映らないんですけども、あら、ちょっと調子が悪いですか、あ、すいません、ちょっと、あ、はい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 、いい感じ、すごい人数ですね、すごい人数ですね、はい、は、最初よりやっぱり増えてますね、人数、はい、あ、来ますか、そろそろグッチ先輩来ますか、グッチが来ると、はい、あ、あ、もっと喋って、もっと喋ってって、そう、もっと、はい、踊りに集中するのもいいですけど、はい、もうちょっと、もうちょっと実況してっていう、はい、集中するのもいいですけど、実況もお願いしますと、そうですね、はい、来ますかね、あ、来ます、来ましたか、あれかな、どれかな、来ましたかね、いい感じに、すごい、これね、外側までね、人が広がってね、すごいですね、はい、やっぱ最初と比べると人数も増えて、すごい、だいぶ目の前まで、はい、目の前まで来てくれていらっしゃいますけども、はい、ね、盆踊りは恥ずかしくないですからね、踊ってても、はい、そうですね、誰でも踊れるし、さあ、グッチ先輩は来ました、あ、来ましたね、グッチ先輩、お、見えました、グッチ先輩、本当ですか、全く見えない、はい、あ、すぐ目の前に今、まあ、いましたね、来ました、わー、グッチ先輩、お、また師匠の後ろ、はい、師匠の後ずっとついて踊っておりますけども、ね、あ、ちょっと間違えました今、お久しぶりです、はい、はい、お、グッチの声が、あ、聞こえました、はい、聞こえました、喋って、あ、そうですね、もうちょっと喋って、ちょっとね、あの、慣れてきた部分はあります、はい、あの、おじさんに今ちょっとね、見よう見まねでやっておりますんで、頑張ってください、はい、また中継しておりますんで、ごめんなさい、はい、もうちょっと頑張って中継してください、ちょっとですね、踊るのに頭がいってしまってね、あら、踊るのに頭がいってしまう、まあ、そこをなんとかもうちょっと中継お願いします、そうですね、面白い面白いな、はい、これもなかなか、また結構ね、疲れてるよ ね、はい、そうですね、短時間で結構疲れてます ね、 ね、結構運動量、今日午前中講義があったみたいなん で、まあ、でやっぱり疲れが溜まっているんでしょうね、いや、これみんな毎年やっぱりやってるんですかね、まあ、踊ってますけど、慣れてんのかな、はい、でも一日中そんなね、練習してるわけじゃないから、派手な服着たおばさんが、やっぱりおばさんが、そうですよね、この時のために、あの方もすごいですね、目立ってますね、目立ちますね、わかりやすいですね、これね、カメラ、はい、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、僕はこれでもヘトヘトなんですよ、だいぶ、ね、喋ってください、喋ってくださいと言いましたが、はい、ついていくのはやっとという形で、まあ、踊るので精一杯と、はい、精一杯、まあ、はい、そうですね、優先順位が踊る方と、そうそうとか無視ですね、あ、なるほど、頭をね、使いますよ、そ、まあ、それだけ楽しい、楽しいですね、はい、まあ、それだけ楽しんでいただけてよかった、2人の前で子供が今競争してますね、あ、誰か2号で何ですかね、言ってほしいと言われましたけど、テンション上がりましたね、なるほど、はい、ちょっと今厳しいですね、ちょっと元気取り戻しました、マイクがね、またあればいいんですけど、あればいいんですけど、そうですね、ちょっと声入ってますか、厳しいですね、大丈夫ですね、厳しいですね、はい、あ、で、限界ですか、カメラさん、なるほど、はい、変わりますか、変わりますか、どうしますか、誰行きます、まあ、そうですね、あ、すいません、ありがとうございます、まあ、まあ、すいません、なんか、はい、僕的には思いますね、はい、でもまた外人の方がすごいですね、目の前に開けてますけど、外国の方がね、いらっしゃって、ちょっと一生懸命踊ってくれて、でも嬉しいですね、奈良祭りに来てくれて、さらに盆踊りを踊っていただけるっていうのは、本当にありがたい、あ、また終わりました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、
はい、ご苦労様でした、はい、ありがとうございます。あ、ご苦労様でした。ご苦労様です、ご苦労様です。ちょっと僕はもう汗だくでね、はい、お汗だくで、はい、ありがとうございます。あ、多分教えてもらった人にお礼ですかね。師匠にそうですねお礼を言ってましたね。まさか2曲も踊るとは思ってなかったんで、はい、ごめんね、だいぶにね体力を使わせてもらいました。お疲れ様。今目の前で中継してますけど、はい、どうでしたかね。僕の方がこの踊ってる姿を見てもらって、うん、なんかどうでしたかね。ちょっと結構汗かいて、いや、よかったですね。良かったですね。疲れてるけど、お疲れ様です。正直そうですね。もう喋ることよりも覚えることを必死になってしまいまして申し訳ないです。これは。いえ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 、ありがとうございます。楽しかった。お疲れ様です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 。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。はい。あ、カメラの方ちょっとセットをね。はい、はい、カメラのセットお願いします。お疲れ様です。すいません。はい、あ、こちらに、はい、それをカメラ、はい、カメラをお願いします。先輩踊ることしかなかったようですけども、グッチ手伝って頑張っていただいて、グッチ先輩明日も踊ってくれますか、はい、明日もぜひ、明日もぜひ、はい、僕がですか、はい、今日よりもさらにパワーアップして、はい、まあ、いい次は古市君が、いや、それはちょっといや、グッチ先輩今日踊り覚えたんで多分踊れるかなと思うので、はい、カメラの方はね、あそこカチャッとやればつきますよ。はい、カメラのちょっと、そうですね、思ってるよりも体力は使いましたね、やっぱ、はい、体力使いましたか、やっぱり、はい、でしょうね。本当にヘトヘトです。今もう汗かいてますもんね、ちょっと。いや、ほんと、はい、はい、はい、あ、師匠が目の前に、あ、師匠が、ご苦労様です。ありがとうございます、はい、師匠ありがとうございます。グッチの師匠がね、はい、くっつかないかな、はい、カメラが。ありがとうございます、カメラマンさんも、はい、カメラマンさんお疲れ様です。はい、先ほどまで喋っていた方でしたけども、グッチよりも実況していただいて、後ろにあの教えてくださった方、はい、教えてくださった方が、ああ、そう、すいません、ありがとうございました。ちょっとぜひあのこちらに出演していただいて、あら、出演していただいて、あら、ちょっとじゃあカメラがね、そうですか、あ、じゃあ俺ときます。中継する声聞こえてたんですよね。あれ聞こえてましたよね。そうですね、カメラ向いてもらって、はい、お疲れ様です。はい、すいません、ありがとうございました。うちの放送研究会のちょっとね、あのメンバーなんですけど、ね、はい、教えていただいて、もう本当に何も知らないのに僕踊っていただいたのを僕身を見まねでやらせてもらいました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。そういう会場で教えるのを趣味にしてまして、あ、そうなの。去年も250人ぐらい教えました。おー、すげー。今年も250人はもう超えてます。そうですか、すいません、お名前聞いてもらっても。あ、松田清純と言いまして、松田さん、あの盆踊りでは純ちゃんで通ってます。はい、純ちゃん。そうですか。松田清純と言いまして、はい、あの盆踊りでは純ちゃんとで通ってます。はい、ね、教室とかそういうところで教えるんじゃなくて、はいはい、その場に行って、踊りやすく研究して教えるのを趣味にしてます。自分で踊るのも次なんですけど。教える方、これからあの若い人がだんだん減ってきてますんで、ね、なるべく若い人に踊ってもらおうと思って。なるほど。いやでもね、小さい子どもから大きいな。いやでもその松田さんのね、はい、見させてもらってやってたんですけど、不思議なもんで本当にね、見るだけでもう多分5、6回で覚えるんですよ。そうです。もうすごいね、前の方でなんかもう踊れてるやん俺っていう感覚だったんですよ。うん、すごい、まあ、やっぱりもう何ですかね。これも今日教えた人です。あ、これはどうですかね。出させてもらって、もらってもじゃあグッチ先輩それ持って、はい、持って。すいません。これが、はい。どうですか。立場で言うのは非常に心苦しいんですけど。あ、見えました見えました。どうですか。はい、もう OK です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 。これが。今年教えられたの。そうです、今日それ今日も20人ぐらい教えてますんだけど、はい、なかなか写真撮れなくて、はいはい、あ、はいはい、で、まあ今やっと盆踊りが終わりましたけども、終わった感想どちらか、じゃあまずはそうですね、ちょっと3時間でも5時間でも踊りで、休むのが嫌いなもんで、
続けるんですけど、ちょっと短いぐらい感じで、あもう今年でもう2ヶ月半で7日ぐらいしか休めないんですよ。ずっとその分毎日ぐらいに盆踊りに出てます。ね、まあ一応知ってる人は先生先生と言ってくれました。言ってくられ頑張ってます。じゃあ逆あとは一緒に踊られた、はい、グッチ先輩はいかがでした？どうでした？あ僕の踊りは。そうですね、やっぱり初めてなもんでちょっと硬い感じがしますけど、はい、これが掛け声なしで踊れるようになったら輪になってついてこられると思います。すいません。じゃあグッチ先輩自身はいかがでした？はい、グッチ先輩自身はいかがでした？自身ですか？自身、だから自分はいかがでした？終わられて、そうですね、僕祭り自体はそれは何回も行ったことあるし盆踊りは見たことあったんですけど、実際に経験するってことなかったんで、すごいね、新鮮というか、そうですね、もうなんか最初はやっぱりちょっと恥ずかしい部分もあったんですけど、途中でちゃんと踊ってるってことを自覚できましたね。楽しかったです、すごい、はい、すごいね、楽しかったです。また来年したいですか？はい、また来年したいですか？来年ですか？そうですね、まあまた来年ももしかしたらやることになるかもしれないですね。はい、はい、最初から上手な人は誰もいません。最初の一歩がその線を越えるか越えんかの問題で、中に入ればみんな踊れます。そうです。はい、はい、ということで、ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、ありがとうございます。グッチもありがとうございます。いやいやいや、よく頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ということでね、まあ盆踊り終わって今、まあ、太鼓の演奏していただいてるんですけども、はい、一旦放送を切って、はい、またもし、まあ、やる時間があったらまたゲリラ放送やりたいと思いますので、はいはい、ぜひそ、ね、また配信するときよろしくお願いしますということで、はい、お祭りのねメイン最後のラストも、はい、そうですね、打ち上げ花火もありますので、花火がありますからね、はいはい、ということで一旦切りたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グッチ先輩お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、はい。